ちぎたゆうすけのジャズの端くれ。<music> ようこそ、ジャズベーシストのちぎたゆうすけです。ピアニストのや戸あさみです。第三十九回、よろしくお願いします。えっと、今日は、え七、ー、月十六日の、えー、火曜日に、えー、収録しているんですけれども。はい、えっと、この一週間ぐらいね、うんえー。結構充実の日々だったんで、それを、ちょっとお話ししていこうかなと。はい 思いますまずね四国から先々週は四国行ってたんですけどそこから帰ってきましたね僕はちょっと3日間ぐらい東京の方に行ってましてライブが3本ほどありました1本目はね堀江宏良君というギタリストのライブをね船橋の国立っていう場所でやりましてまあそれもねもう。 久しぶりかな4人揃ったのがカルテットで今年 CD を出したんですけどもそのメンバーが前回も東京行った時に一緒にライブしたんですけどそれでトリオでピアノの柳さんがちょっとねスケジュールが合わなくてトリオでやったんですけど今回も今回は久しぶりに4人でやらせていただいていまあそれぞれのオリジナル曲とかも。 CD の曲中心にってわけじゃなくてほ他の曲もやった昔の曲とかもやるし堀君は気分やというかねなんというかまあまあそうそうなかなか読めない人というかそういう感じの人なんでチギタさんの曲もやったんですかやりましたね「プレイヤー」という曲いやりましたね柳君のプレイヤーのイントロがすごかったよあそうな じゃんみたいなあるんですけどそこの乗せるコードねガッグーン思うみたいなもう笑顔でえ柳さんらしいきたきたと思ってテンション上がったねやっぱ柳節やっぱかその演奏する人によって違うよね同じ曲であったとしてもそうそうそううん捉え方とかね 人がドーンっていきなり来たからー120%でさすがさすがっていうそんな感じでねコクリコットも船橋もね面白いそうそういいお店でなかなか面白い街であそうそん時に人生初めて街頭インタビューそうや言てたされまして何だから関東ローカルやってんけどそうなそうオーマイゴットっていうなんか番組で。もなんか見たこ

フリーでやってて、今日はそこのすぐ裏でライブがあるんで、遅いから来ました、はいはい、みたいな感じで、で、なんかこう。神を聞か、なんかオーマイゴッドやから。あ神様。あなたにとっての神様は誰ですかみたいな。言われて。はいうん、で、なんか。あのー。なんていうんですか、ね、例えば。もう最近トレンドで言ったら。大谷君とか。そんな、そ,ううそんなよりちょっとこう変化球が欲しいですみたいな。あ、そうも言われるわけ、ね言わ。言われて。てああ。 誰にしししようかななって難難いいねでここはもうジャズ業界ででまあ長年やっててで昔ねちょいちょいテレビにも出てはったと思ってパッと思いついて中本マリさんっていうと最近ね一緒にそうそう最近一緒にでまあほんまにねもう50年やってるしもうからほんまに神やから神みたいなもんやからそううねだからもう50年やっててそう。 っていはいはいはいそうそうこういう方がいますってもう一声欲しいって言われたから「あのムエタイのめっちゃ好きな選手」を一応挙げておきましたロッタンっていう選手なんですけど分かりはったかないや分かってはなかったっすねけどまあんかお兄さんムキムキですねみたいなそう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 そそうそう 一般の人じゃないやん。そうそうそう。パッと見ね。うん。そうそう。確かに、声もかけやすかったよね。で、その後、マセキ君も声かけられたらしくて。うやん。そう。マセキ君は無視したらしい。入り時間とかギリギリやったら。あ、そうなんや。そうそう。すごいな。そうそう。そんな、そんな。まあ、そううってるから、駅前で。ああ、ああ、そうそう。ちょっと違う。そうそう。そうなんすよ。 なるほどほどいつ放送されるか分からへんし採用されるかも分からへんし分からないんですけどもし見かけたら言ってください僕ら関西なんでちょっと見られへんから確かにそうそうそうたねやってましたみたいなのがねあれば教えてほしいはいお願いしますで2日目ね2日目東京2日目はまだちょっとだけうんうん せ席がね。あ、席が。すいません、ちょっとあれなんですけど、二日目は。あの、またお世話なってる。アザーサイドカルテットという。はい。ふ、古谷じゅんさんね、甲府在住の。最高のピアニスト。その方の。セカンドアルバム、アザーサイドカルテット、がリリースされまして。それの、レコ初ライブが。ピットイン。の夜の部で。行われましたね。で、まあ、結構、多分。 久しぶりやったかな、その4人が集結するのは。あ、そうなんや。そうそうそう。で、まあね、ライブを、その、リリースしたアルバムのタイトル、あの、曲から、中心ね、アルバムに入ってる収録曲を中心、やったんですけど、とはいえやで、結構毎回もう、全然違うから。あ、そうなんだ。もう、全員忘れてるから。まあ、撮ったことね。まあ、結構、どんなふうに撮ったとか、そう。 でまたそう位置からリハで構築成功みたいなんでそうそううやっぱねこうすごいねこう例えば何やろう普段あのよくやるような自分がね僕が正統派のビバップバンドとかとはちょっとやっぱ音の構成の仕方が違うんですよねそれがちょっとねやっぱ面白いんですよね。音の 例えばこう高い音いってたら低いところでドーンってやってくれとかんかこうちょこちょこ音が細かかったら大きな音で支えてくれとか反対のそう逆にこっちをわっと低いレンジに音が溜まってたら高いレンジでとかうんそういうリズムも対比させてほしいとかうんそういうのでこう音楽を構築していくから。 そのインプロビゼーションも挟みつつ組曲みたいな感じでね「アザーサイド」のライブは進んでいくんであへえあじゃっぶっ通しやったってことえそんなこともないけど割とそういう瞬間が多いというかだからそうそうそうすごいんか脳が違うというかいつもとと言いますかすごいやっぱ自分にとってはそれが。 刺激にもなるしすごい勉強にもなるというか、うんうん、やっぱりこうねそういう音楽の作り方はやっぱこう学,、うん、学んでいくべきやなと自分にない部分なんでうんそうそうすごくあの教えてもらってるというか、うん、西口さん服部さん潤、うん、さんってうもう即興のスペシャリストみたいな人たちなんで <laughs> そうそうそう。 もうね即興の世界に僕僕をこうね引っ張ってくれたもその三人というかそそうう即興っていってもねやみくもにやるわけじゃないじゃないですかうんそこそこの考え方とかをやっぱこう教えてくれるんですよねそうそうアンサンブルやってでどう思ったみたいでこうこうこうやるとかいろいろほんまにたくさんね三人がこうそれぞれの 言い方で教えてくれるね。うんうん、西口さんは結構具体的に、こうなんやろ、こう高音いってたら低音とかそういう、この瞬間のここのスペースはベースがドーンっていないととか結構なるほど、うんうん、教えてくれはるハットリさんはなんやろうな、なんかもうボンなんかも例えてくるないつも。<laughs> 例えてくる、うん。まあ分かりやすい例えのときもあんねんけど、わ、うん、かりにくい例えのときもあって、<laughs> まあまあ。 面白い人やなと思って自分の表現方法はい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 で潤さんは何でもいいよ潤さんはいつでもそう音音出したらもうそうそうっていうやり方でみんなそれぞれほんまにお世話になってるというかもうい一緒に音出しててもやっぱこうすごい瞬間のこあるからねやっぱええ。何これみたいなそういうエネルギーとかガって爆発するし 瞬間で別狙ってさやってるわけじゃないそうないやんか自然とそうなっていったっていうまあ結果的にはそういうのがやっぱりねやっぱいいですよねうんうんうんそうそうこうニュートラルに音を出し続けていくのとはまた違うけどニュートラルみたいなうまいこと言えないですけどうんすごいまた別世界でそこにあるなんかこう面白みが。 でもやっぱそういうのはやっ,やっぱライブじゃないと見れないですよねそ,のそうやねライブじゃないとやっぱ本気モードになられへんし<ー>自分たちも多分その CD とかでさ、あのーね、聞くのももちろんいいんですけどねやっぱり c d と同じように絶対その演奏するわけじゃないし結構初とか言ってもやっぱりこうライブ会場にね,うね、うん、来ていただいて聞くっていうのが一番とのうん。<laughs> 違いねそれもちょっと楽しんでいただけたらなと思うねんけど次のライブは決まってないというさすがそこは潤さんさすが古谷淳ということでまたどんどん決めていきたいんですけどなかなか僕も服部さんも離れてしまったからね僕も大阪なかなか潤さんもでも別になんか東京でやる必要ないんじゃどこでも 車もね僕もハイエースも誕生するしそういうのに乗っていきたいなと思ってますけどね勝手にそうそうまあそんな感じで楽しくね2日目終わりましてで3日目は僕のコントラバス独走ライブソロライブですねソロライブですねこれは練馬のマリモカフェというねとこで行われたんですけど 3月にスイングファッションフードフェスティバルやったかなそれをやったアウトプットギャラリー並びのカフェというかはい同じね敷地内のとこですねでマリモカフェさんも出店していただいてフードをね提供していてサバサンドとドリンクサバサンドもめちゃくちゃ美味しくてでちょっとその時にあの挨拶行かしてもらったりとかしてあのんていうんですか中を見たりとか。 ちょっと中か見たっていうか入ってねちょっとお茶したりとかさせてもらってたんですけどすごい多分こうなんやろね雰囲気があってなんかこうんやろなすごい素敵な空間やなと思って多分ソロベースとかしたらんかこうアートの雰囲気が漂うというそういう空間やなと思っててでせっかくね東京に行く機会なんでソロベースやってみようと。 思いいまししてお願、はい、でそっからの話なんですけど今までもソロベースね,ね新しいベースになって2回やってて、ね、で今回3回目回目かやったんですけれども。 前回2回はあそこね練馬のパン屋さんで「ビエーユ」ねそうそうエコだから「ビエーユ」でその時は結構曲をあらかじめ決めて家で仕込んでこんな感じでやろうみたいなやったんですけど今回どんな感じでやろうかなってずっとこう考えてたんですけど何か考えが逆に浮かばないというかでこれはもう多分即興でやれっていうことやなと思って。 でも腹くくって何も考えんとこうと思って、うん、その時に思いついたことを、はい、思いっきり表現しようと思って、うん、でそんな感じのまあなんていうのアー,、まあ、アート系って言ったらさこうエンタメ性も減るやんエンタメ性というかこうそう逆に言うと、ねね、楽しませるとかっていう感じじゃなくてなかなか、うん、ちょっとシュールな感じになりますよね。 空間だとそうそう、あのー、お客さんもそういう感じなんじゃないかなと思ってそれを信じてというかやららてもらいましたねでも、まあ、完全に即興とは思ってたんですけど、うん、やっぱこうと途中でこうやっぱ曲が思い浮かんだりして結局こうんやろよくやってる <laughs> 失礼よくやってる曲をこうの組曲みたいな。 間に即興が入ってまた曲になってみたいなでもその思いついたっていうのもその場で思いついた曲思いついたっていうかそのやった曲っていうのもその場で思いついたってうに仕込んであやろうそ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 うセットリストも組んだわけじゃなくてはい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 多分三4 0分ぐらい四十分ぐらいかな1ステージうんうんうんぶっ続けで二ステージやりましたんう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 ん なかなかやっぱりエネルギーが汗だくなったしほんまにハードなように聞き手の方もそう聞き手もなかなかけどすごい評判もねよかったですか子供たちが寝るんこの時も結構来たんですかね3人ぐらい来ていただいて寝てたで寝てたでうんけど心地よかったのかなと思って逆にそうかもねなんか ベースの音とか空間とかリラックス効果があるんかもしれないですねすごい良かったってお客さんの評判で即興ベーシストっていうかフリーのレジェンドみたいな人がいてウィリアム・パーカーっていう人でその人ももうだいぶいくつかちょっと分かんないですけどもうだいぶレジェンドおじいさんなのに40分間あのルコでずっとやり続けたりとかして。 それれにちょっとと憧いうか自分の集中力みたいなのは途切れへんかったのもう途切れた時にやめるって40分ぐらいだあじゃあ途切れへんかったね40分がらいすごいねうんなかなか難しいその世界に没頭する自分をすごいやっぱメンタルも必要な世界やなと思うん。一人やから 全部責任が自分にもうそうやねけどもうなんかねそういう感じでもなかったねやっぱこう空間を共有するみたいな感じうんすごい楽にできてすごいなんかそれこそなんかそお店に行く前とかは大丈夫かなみたいな思いながらあの桜台にある福々食堂で元バイト先ね元バイト先のキッチン福々とかそこでご飯食べながらね大丈夫かなと思いながら思ってたけど店着いたらなんかあ この空間やったら大丈夫やなみたいな風になって、空間も後押ししてくれるからね。そうそう。なるほど。うん、結構やっぱみんなで作るものやなと、自分の演奏だけじゃないなと思ってお客さんの雰囲気、お店の空間かも。うん、だいぶでかい。そうやな。半分ぐらいあるじゃん、下手し。そうやな。だから別にこれソロだけじゃなくてね、そのトリオだとか、どんな編成でもやっぱり同じメンバーで違うお店でやったら違う感じになるっていうのも。 空間が音楽をまさにそうですわそうやろそうそうだからすごい楽にある意味楽に一生懸命できたっていうかそういうなるほどね感じかなすごいいいやっぱ経験になるねやっぱ自信にもなるし40分集中できたお客さんの前で全力でやりきったうん

行くやん。東京ちょっと私行ったことないからあまりああそうかそうか。ちょっと行ってみたいな。ご飯も美味しいんですよ。なんかこうあのなんや無添加とか無添加のそうきそばを出してくれて、まかないって言ってめっちゃ美味しかった。ちょっとする味だね。ちょっと行ってみたいですね。今度ね。なるほど。知る人ぞ知るって感じの。 入りり口がまだかににくい場所的絶対入らへんやなあそこ入ろうと思えへんぐらいものすごい細いそれこそあのリリーさんにねサンゴリリーっていう僕の高校の同級生が練馬であの古いあのキッズ古着カフェをやってるんですけどその方が紹介してくれてからあの場所をねアウトドブットギャラリーもそうやしあの一角を教えてもらったけど12年住んでて知らんかったもんな知らん知らん けどほんまにすごいめちゃくちゃいい空間やそうそういろんなけどほんまにアーティスティックな人がいろんなことをしてるのよあそこであ他でもそ展示したりとかライブしたりとかほんまに面白いあそこ東京おるときに行っておきたかったのじゃあいろんな人に出会えたと思うもっと音楽家以外の写真家さんとかそういう画家さんとかそうそうそういうのってでも 出出会会うううべくしててっいか別にね自分で見つけなんていうかな見つけれたかもしれんけどそのリリーさんがおっね。タイミングやなそうそうそうっていうことやからまあね別にね東京離れちゃったけどまあこれからもねいがあるんじゃないかなとはいはい思いますね。よかった皆さんもね練馬にお越しの際はお越しの際はねそうですね。 行っててみくださいほんでね東京から大阪に帰ってきましてジャズワークショップをねコントラバス工房門本さんで開催しましたね。土曜日日日ねねねすごいい人ほど参加者の方あっっとうう間に枠が早かたでも すぐ。埋まったんです。うん。もう。み。あ、すみません。皆さん、どっから来たんですかみたいな。あ、そうやった。そう。そういうお話をしたんです。はいはいはい。全員も、なんか。あの。三重のね。ええ。松坂。うん。四日市。うん。ええ。姫路。姫路。河内長野。はい。僕らが一番近いぐらい。はい。たるみもね。たるみも。うん。うん。ね。集結していただいて、本当に。 うん、ありがとうございますでも角本さんとも、えー、20年近くかなか、うん、付き合いになるんですけれども初めてかなこんなイベントするの<ー>うんの、うん。でやとさんがねあのアシスタントでピアノでキーボード参加してもらってそうそうそう、うん、やったんですけれども、はい、どうでした <laughs> やっぱあれやねじゅまあやっぱこう伝えるということは、うん、やっぱ自分にとってもすごい。 プラスになるしほんまそれこそ基礎的なこと楽器の鳴らし方をやる筋トレみたいな練習法とかリズムの感じ方とかをお伝えしてそそうう音色のこととかそんなねんかこうアドリブのやり方とかそんなんは言ってないんですけどもうシンプルなことをねお伝えした。 感じなんですけどすごいやっぱいいですねやんかあの6人来てくれはってまあんかこう最初の方はさやっぱベースの基礎の楽器の鳴らし方みたいなやからほとんど私登場することねずっと見てたんですけどんかやっぱみんなみんな違う。 当たり前まあもちろん楽器もね違えば同じみんなコントラバスやけど楽器の色からね何が何まで違うまず違うし手の形とかさ右手の弾き方とかもみんなそれぞれ違うからまあ当たり前のことなんですけどなるほどと思いながら見てましたね。多分どどの楽器もそうやけ やっぱ自分の手の長さとかさ指の長さとか体の大きさとかも違うから一番こうしっくりくる形を見つけてもらうのが一番これが正しいっていうのはないだからベースやったら高さとかさ傾き加減とかいろいろねあると思うんですけど。なんか あ多分この人はこういうふうに行くのが楽なんかなというふうな感じでちょっと客観的に見たりしてたんですけどそうねほんまみんなそれぞれ違ってそうそう、ね、音もねもちろん違うしうんうん、うん、そうそう、うん、そうだね、うん、でもやっぱ楽器なんてゅうのまああのー やっぱ持ち運ぶことがないからさ自分の楽器っていうあんまりその概念がんていうかなあんまりないけどやっぱベースとかなるとこうどういうセッティングしてるんですかとかそういう終わってからもねそうそうそう会話もありましたねんかこう角野さんにも相談してる人もいょっといいうとねうんそうかそうかそうそうそう思うことがあるんですけどそうそうそんな感じであるね で今回で多分ワークショップで「タートルレコード」でやって3回目かなおチャンネルでやってこの間100番スタジオでやって今年入って3回目なんですけれども今年からやりだしたんですけどでやっぱいろいろこうやっぱこれやったらああもっとこうしたらよかったなっていうのを毎回やってでなんかいろいろ気づけたというか今回もやっぱこうなんやろ 例えば今回参加者6人で前回の「百番スタジオ」は全楽器大賞とかそんな感じにしたんですけれどもやっぱこうどん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 こうなんやろうねそういうふうに参加者6人もまあまあすいません多かったまあ一つの楽器だしねと思ってでだからあのなんて言うのやろうな学校の授業みたいな小学校の授業とか全員にまんべんなく教えるっていうことはすごいまあ 入り口はに立つにはすごくいいなと思ったんですけどもうん、うん、やっぱりこう,深く、ね、そう一人一人にもっとこう教えていきたいなっていう気持ちも芽生えたというかやっぱこう一人一人のこう深いポイントまではやっぱこのやり方ではそうやな,なかなか難しいなとも思いましてまあなんかまた次回からは、うんうん、やり方を変えて、うん、少人数制でベースの <laughs>。 すいません、もう席ばっかして。なかなか治らない。ワークショップもまた次回ね、やろうと思うんですけれども。ええと、ちょっと待って。9月ですよね。ええと、そうですね、9月の28日に。何曜日ですか土曜日です。土曜日。はい。やるんですけれども。はい。まあ時間とかね、まだそんな、めっちゃ決めてるわけじゃないんですけど、日にちだけね、うん。押さえて。うん。で、これはもう参加者。うんうんうん。3人ぐらいにして。もっと限定そう。 で1時間一人一人にこう1時間ずつみたいな。で3人はそれを見るみたいな。ああまあんかその自分がやってない時も他の方の受けられてるそを見うそうそう。の見ながら。見まあグループレッスンみたいな感じの。一人一人やるみたいな。もう少し一人ずつの。でそうそう。で何やろその事前にこういうことをやりたいですのを教えてもらってそれを僕らもこう。 予習というかこういうふうに押せたらいいやろうなというのもできるやろうしそういうふうにして3人絞って今回は狭く深くっていう感じで広くこうではなくっていうふうにちょっとやり方を変えてみようってこうにねこのこの間やった時のそうそうまあほんまトライエラーというか今回ができたから 次はちょっとこういう風にしてみようみたいな感じで。次はちょっと一人一人にフォーカスしてやってみようかなと思います。うんはい、で、まあえっ、ー、と、今回のワークショップは、あの、今回とか、前回、この,のこの間のは、うん、あの無料でやったんですけど、はいはい、次は <laughs>、ちょっと <laughs> うん、うん、有料でやろうかなと、はいうん、で、ちょっとね、なんとかまだ、あのはっきりは決定してないんですけれども、はいはい、ちょっと、 決定したら改めてあのチャートルレコードとかインスタグラムとかホームページとかでアッするんであの受けたい方はよろしくお願いしますということでねすごくまあ自分たちにとってもいいし絶対ねその受けてんていうのね受けられる方にとってもすごいプラスになるようにまジ全力で全力がモットーなんで。 そうですねやっていこうかなとはいはい思いましたねすごくいい機会にまたしたいなとどん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 ね教える方もブラッシュアップというかそうですねまああの場所を提供してくれたモさんの店もすごくいいで教えから いい雰囲気なるよそう。さっきの空間の話じゃないけど、やっぱいいよね、あそこで。で、か、ごめんなさいね、門本さんにう後でね、セッティングのこととかも聞けると思うし、そういう相談もできるし、ほんまにいい機会と思いますし、またね、改めてお知らせするんでもし、気になる方は直接メールいただいても大丈夫ですね、このお話聞いて、行ってみようと思う方とかいたら、全然。 まま聞いいいてくくださよろししお願いしますあと何か言おうとあそうそうでまあなんかおまけみたいになんねんけど、うん、あの最近ちょっといいなと思うことがありまして呼吸呼吸法を最近ちょっと意識しようかなと思い始めててどうし、ん、たいやいやもう <laughs> こんな席ばっかりしてる人 <laughs> ほんまや何の説得力もないんですけど。うん 僕はまたずっとキックボクシングを東京で習ってて最近子供と一緒に大阪のムエ隊に入会してやってるんですけどサーキットトレーニングみたいなのをやるんですよ。秒やってインターバルがなってサンドバッグ30秒殴ってスクワット腹筋10回また30秒殴って腹筋10回みたいな。 で、あのすみません、呼吸の話なのにすみません思ってるよりめっちゃしんどいですよその人ねもう地獄の地獄のドネーニングみたいなうんなんですほんでも次の人も歩くんめっちゃしんどいやんぐらい足がやっぱ胸痛やか筋肉痛になるんですよそう足の内ももとかねはいはい地獄まあ今も今ものすごい筋肉痛になってんのかな筋肉痛なんですあそうなはいあので あのー、なん何回やってもめっちゃしんどいから、うん、あの前回行った時に、うん、<laughs> あの呼吸をね、うん、意識してやってみたんですよこう鼻呼吸をちゃんとしっかりやりながらやったらついていけたんですよ、うん、<う>へえじゃあそれまではついていかれへんかった日もあったし<ー>まあなんとかみたいな<ー>もうギリギリみたいな。 ととたってこと、ね、そうやりながらそう、えー、やったらすごい普通にあもう終わったみたいな感じで、えー、全然違うわと思う疲れがたまらんのかな、うん、そうそう,そう同じぐらいの運動量やったと思うんだけど <laughs> うん、うん、そうそうすごい発見やなと思って、うん、えその呼吸法は自分で編み出したわけいやいやもうシンプルに鼻から吸って、うんうん、口から吸うた、うん、けどなんかこう例えば <laughs>。 してるとかそういう時って息するの忘れちゃうっていうかだからリズムを意識っていうか呼吸のしながらやったらすごい楽になって腕立てしてる時もちゃんと呼吸を整えながらというかもうでもないんですけどそうそうそう。 と思ってそれはいいじゃないですかタイの話だから楽にできたと思って「鬼滅の刃」でも呼吸呼吸言うてるやんだからええなと思ってやったらほんまに呼吸ってやっぱ大事やなと思ってでその日の夜にちょうど演奏がホテルギグがありましてホテルで演奏してたんですけどその時にまた。 呼吸を意識しててやってみほんでリズムも整うし、えー、整ってる感じとか,なんかどっしり出せるっていうか、うん、なんかやっぱりこう呼吸をちゃんと意識することってめっちゃ生活面とか、うんうん、でめっちゃ大事やなと思って、うん、生活というか体の使い方とかなり変わってくるのかな何やろ いや多分ね精神的なものもあると思うリラックスできるとかあ,<ー>あとはもう単純にこうあの,あの酸素量が増えるから遅れる遅れたりするからメリットもめっちゃあると思うしじゃあちょっといつもよりこう意識的にお大きめにかねそうやねい,いつもはその意識しなかったんですけど、うん、鼻,鼻呼吸を意識する感じかな。 よくあの格闘技とかでもあの試合中のセコンドの声とかも聞こえるんですよ YouTube とかで見てると、うん、よく呼吸して呼吸してってセコンドの人が「<ー>はい呼吸しよう呼吸しよう」呼吸しようって<ー>だから多分プロの人も止、ま、こう,うわっていったら倒そうと思ったりしたら呼吸がこうその瞬間だからはい呼吸して呼吸してだからリラックスできる<ー>演奏でもそうやと思うよこう 没頭したら、息するんも忘れてるっていうか、ある意味、うん、呼吸が乱れるというか。だからこう、鼻から吸って、口から。吐くの。まあ、タイミングはね、お各のあると思うんで、それは研究してもらうって感じになると思う。自分もまださま々まってないんですけど、そう、けど、前回、そう、呼吸を意識して演奏したら、めっちゃ楽になったから。これはもう、皆さんもすぐできるから。そうね。うん。もう、鼻から吸って、口から吐くだけ。<laughs> 深めにね。深めにね。はあじゃないで。ってこう、なんていうこう、リラックス。はいはい。もうこんな感じコンコン、コンコンしてるやつが言うことちゃうねんけど。すいません、ほんまね、お気ぎり。お聞き苦しい。お聞き苦しい感じ。なかなかね、席だけやねんけどな。なんもないねんけど。これが。家族全員席してるから、今ね。まあなかなかね。ね皆さんも気をつけて。 そうだね、うん <laughs> はい、呼吸法ほんまにいいと思うんで演奏中とかほんまに、うん、テンポとかもなんて安定すると思うしあ<ー>グルーブも安定すると思うし落ち着かせるっていうことだあるよね。んていうの,その音楽の見方も安定するていう集中してこう目の前のものしか見えないっていうふうにはならんともこう全体を聴けるようなリラックスするからぜひ、うん、おすすめです。はい、うん で僕のしゃべりたいことは今回はこんなもんですけどヤトさんがね今週来週今週か今週末ですねいよいよ大阪でね 2days であのね何回もこのラジオでも言うてますけども20日の土曜日は梅田のガロンっていうところではい。 えー、エアとア遊ミトリオでやりますトリオはベースがちぎたさんとドラムスが日本松良文さんというかあのちょっと東京に。うんあのー まあ今も東京にいらっしゃるんですけども、まあ、東京の時にやってたメンバーで、ねうん、CD もこのメンバーでっあのやったっていう、うん、日本マさんを今回あの東京からお呼びして、えー、梅田のガロンで20日の土曜日で、うん、次の日の21日の土曜日あ土曜日じゃない日曜日は、えー、三ニのエルナジというスペイン料理屋さんがあるんですけども <laughs>、うん、そこで、えー、お昼のライブをします、うん、そこでは、うん、えっとそのまた三國のね、うん 三国が誇るトランペッターの、ええ、田中洋一さんという方をゲストでお迎えして、カルテットでお届けしますので。ぜひぜひご都合良い方は、ええ。聞きにいらしてください。はい。よろしくお願いします。素敵な日になると思いますので。二日間ね、またそれぞれ。はい。違った感じ。あ、そうよね。二日とも来てもらっても。もちろんです。はい。いいので。まだお席ね。ありますよね。あ、ありますね。はい。まだ。あの大丈夫です。店の方に。 お店の方でも私に直接でもいいのでよければぜひお越しくださいということでそんなとこですか今回はねもう言ってる前に夏休みに今週になったらね子供たちが夏休みになって夏休み気分に私たちもね来週の末からまた車の納車で長いで行ってそのまま東京行ってライブしてはい 楽しみですね。うん、またそれもお知らせします。そうですね。はい、まあ、そんな感じで。はい、今回はこんなもんかな。はい。はい。まあ、ここまでね、いつも聞いていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、また、いろいろ報告とかね、いろいろしたいと思うんで、今後とも。よろしくお願いします。はい。それでは。はい。はい。ありがとうございました。はい。またね。またね。バイバイ。失礼します。